9回目となりました YouTube、 はいはい、はい、本日も、ギターをね何本か紹介していきたいと思いますが、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ本日の1本目は5段のギターですね。これは鈴木さんも見た目にかっこいいですね。めっちゃ渋ですよね。めっちゃ渋。はいはい、ちょっとなんか弾いていいですかね。はい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 、お願いします。鳴りが違いますね。やっぱり F ホールのおかげなのかな。はい、こうやって弾いてますでもね、ウィーンっていうのがこっち側に体の方に繋がってきて、あ、ギター弾いてるなみたいな感じが、よくしますけどね。普通にね、やっぱりそうでしょ。これさ、ネックがね、ドル弾きやすい。あ、うん、はい、本当に V でもなく U でもなく非常に中間に狙った感じの、ですので、アコースティックの方をよく弾かれる方も、エレキしか弾かない方も、あ、なんか弾きやすいと思う、第一感が。そういうなんかどうな、中途半端というよりかは非常に微妙なラインでネックかなっていう感じが、しますね。それでこちらの方は鈴木さん、いくら万円で？そうですね、こちら、まあ、中古なんですけど非常に手がいいので、うん、いい、はい、はい、10万ぐらいだと思います。おー、10万円で、わかりました、はい、じゃあ商品編の方か。あ、そうです、そうでした。はい、はい、5段のフィフスアビニュー CW キングピン2HB ですね。はい、ハンバーガー、わかりました。では皆さん、これよろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ続いては2本目、バーニーのこれですね。まあパッと見でご存知、はい、X のヒデちゃんが愛用してたね、ロッキーマード。鈴木さんがギター持ってるってことは、XJAPAN の何か曲を弾いてもらえるんですかね。そうですね。まあ、紅のイントロぐらい。おお、来た来た来た。ちょろっと、ちょっと、聞きたいです。まあちょうど僕の青春ど真ん中時代でしたからね。はい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 、はい、弾いた感じはどうでした？鈴木さん弾いた感じはね。そうですね、はい、ちょっと平たい感じのあれですけど、変形にしては収まりがいいですよね。バランスが、変形ギターにしてはバランスがよく弾きやすいっていう、はい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 、そうですね。このオンオフのダイレクトがついてるのがね、デモデルの特徴いいですね。そ
そうですか。それでこれはね、気になるお値段はいくらなんでしょう。そうですね、こちらはこちらも程度は悪くないので、35,000円。35,000円ですかこれ。はい、マジか、これは即売れですな。売れちゃいますねこれね。はい、はい、これは X 好きにはたまんない一品です。お願いします。はい、はい、じゃあ3本目のギターはグローバー・ジャクソンのエスプローラーですね。あ、もう見た感じにこれはもう長髪の方が必ずなんかこう弾きたがるような、しかも黒でね、あのライブ映えするような感じがする、はい、すると思うんですよ。80年代90年代に流行ったギターですね。うん、じゃあちょっとなんか弾いてみましょう。はい、このやつを、このやつを。今回はちょっと弦の方が古い感じがしたんで、うん、ちょっと張り替えてもらえればね、またご機嫌な、うん、ああそうですね、はい、80年サウンド、はい、90年あたりのあの君たちっていうかね、ああいう感じの音がいけると思います。うん、で、あのやっぱりあの稲子さん個人的にこのタイプが好きなのは、いわゆるこのスルーネックって呼ばれてるところ、ここのところのあのセットアップがしてないので、やはりあのこの辺を対応するいわゆる長髪の方々にどんずばでこう弾きやすいんですよ。うん、ですんでね、ハイポジションがちょっと手がちっちゃいよとか、親指がここで止まっちゃうと弾きづらいよって方にはぜひね、このエクスプローラータイプって言うんですよ。このスルーレックって呼ばれる、どこでも何でも OK よっていう、そういうのを自分は好きだと思います、うん、でまたあのこのなんて言うんですかね、このフロートローズタイプのところに関しての稲葉さんが好きなのは、このアームがね、普段よりこのところ上に上がっとるんですね、うん、でこれはね、ライブの時は非常にあの安定感が生むっていうか、持ったところが低いとそこからガンってあのアームダウンがね、行きづらいんですよ。はいはいはい、うん、なので稲葉さんはここの、アームを無理くりここからガンってこんな風に上げとるんですよ。そしてここで持てるじゃないですか。はいはい、でここで持てると思いっきりこうド派手にいけるんですよね。なんでね、皆さんもそういうちょっと挑発系のあのこだわりなんですけども、このアームをねじ上げるっていう、そういうところもちょっと言っておきたいかなと思います。ということでね、先生の人はいくらぐらい。そうですね、まあ、こちら純正からリアだけ段階に変えてあるんで、あ、本当だ、うん、ちょっとプラス評価で、3万円で。3万円で、うん、あー、これもう売れちゃいますね。まあ、今回は全部これ売れちゃいますのでね、皆さんお早めに問い合わせを、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあこんな感じで、うん、第9回のドゥーチューブですね、はいはいはい、中古し今日は中古ギターシリーズ第3弾でお届けさせていただきました。うんうん、まあ、どれも程度がね、傷、打痕とかも少ないんでいいと思うんですよね、はい、そうですね、はい、今日は下手くそなギターをちょっとお披露しちゃったんですけど、これを機に
もうちょっと練習して思い出したいと思います。なるほどなるほど。稲葉さんもねこれでちょっとね、あの紅のあのイントロね、かっこいいところ、次回ちょっとまた引き抜きますんで、うん、うん、そうっすね、はい、ちょっとまた勉強する機会をちょっとね再度くださいということで。それでは皆さん来月あの20日までねまたお会いしましょう。それでは、はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。鈴木さんうめえなギター。